ミキオ・ダテ、タケシ・トミザワ、サンドウィッチマン、The Radio Show、サンデー。さあ、時刻はお昼の1時を回りました。どうもこんにちは。サンドウィッチマンの伊達みきおです。富澤たけしです。サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー、本日も日本放送キーステーションに宮城県の TBC ラジオ、石川県 MRO ラジオ、京都府滋賀県 KBS 京都ラジオ、福岡県 RKB ラジオ、長崎県佐賀県 NBC ラジオの6局ネットで、今日も生放送でお送りします。お送りします。最後までお楽しみください。すごいね。はい、いっぱい。こう間違えられないからさ。ラジオ局ね。ラジオ局。うん、英語のこの3つね。ちょっとほっとするんだ。ほっとするんです。終わるとね。はい、そうです、はい。よろしくどうぞ。お願いします。はい。はい、さあ、我々はですね、うん、まあ、いろんなとこ行ってますけど、毎日ね。そうですね。うん、昨日は名古屋。はい。名古屋日帰りでね、はい、チャリティーライブ、能登地震の、はい、チャリティーライブで、さだまさしさんからね、うん、直伝いただきまして。直伝で来るんですね、直伝で。電話来ましてですね、さだ、うん、さんから。はい。名古屋のすごい大きい会場でね、名古屋国際会議場センチュリーホールというところで、うん、やってきました。チャリティーコンサートですね。すごいメンツでしたけども、ね。頑張れ、のと、ということで。うん、はい。あの、コンサートの収益がね、全額被災地へ送られるという、ことなんですよね。さださんすごいね。こうやってさ。やっぱりさださんが声かけると、こんなにすごい人たちが集まるんだというね。誰が出るかあんま知らなかったんでね。まあ、さだまさしさんが主催なんですけれども、はい、森山良子さん。はい、南こうせつさん、泉谷しげるさん、そしてスターダストレビューさん。本来は寺岡よひとさんもね、はい、来られる予定だったんですけれども、うん、まあ、ちょっと体調崩したということで、うん、よひとさん来れなくなりました。で、バイオリニストの若手のね、河合さんっていう方、うん、すごい方でね、うん、この面々で。その中にサンドイッチマン入ってるの？あと山崎正義さんとね。あ、そうだ。そうそうそう。うん、すごかったね。なかなかでしたけどね、もう、うん、開演時間前に前説で、うん、さだまさしさんと、そう、泉谷さんと、南こうせつさんが出てきて。3人でまたこれが面白いんですよ。前説で出てきて。6時開演だったんだけど、5時45分ぐらいから3人でゾロゾロゾロってね。喋り始めた。喋り始めた。まあ、それが面白くてしょうがなくて、すごいんですよ。もう止まんないんだよね。山崎正義さんをいじる。うん。今日は歌うのかねっつって。今日はまあ歌えよお前って言われてね。歌いますよ。何しに来たんですか。そんなこと言われるもんだから山崎正義さんももう早めに出てきて。そうそうそう。開演前に歌い始めるっていう。なんかね、昨日は夜も山崎正義さんは東京でライブがあったらしくて。トップバッターで戻んなきゃいけない。そう。で、6時開演なんですけど、6時10分には出なくちゃいけないっていう。ね、6時45分の新幹線に乗らないと間に合わないっていうことで、もうね。早めに出て。開演前からもう、セロリ歌ってましたよ、ね。すごかったよね。モニター見てたらさ、うん、お客さんまだ通路とか歩いてる。そう。歌い始めちゃったよ、おい。そしたら泉谷さんが出てきて、ババア早く座れよ、お前。ひどい。面白いんだよね。なんか時間があってね、うん、もう一曲、だから予定にないの歌って。そう。すごいな、このライブって。すごかったわ、大御所だらけで。ねえ。で、南こうせつさん、うん、泉谷しげるさんが神田川、はい、そう。で、さださんがバイオリン弾いて。そう。何このライブと思って。すごいよね。なあ、出ていくの嫌だったもんね、こんな中。神田川って、道化師のソネット、うん、歌って、うん、あとセロリでしょ、うん、もう名曲がバン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 って続いて、うん、サンドウィッチマンの漫才ですよ。すごかったね。みんな持ち時間10分ぐらいなんですよ。うん、だからみんな1曲ぐらいしか歌わないですけど、もう代表曲をね。ねえ。ね、すごかった。3000人の、もう満員御礼ですよ。ねえ。平日の夕方からね。すごかったなぁ。すごかったですね。メールも来てますよ。で、南こうせつさんがね、サンドウィッチマンは病院ラジオ。あれいいよ、病院ラジオ。あれはもう本当に最高だね、あの番組は。ってすごい褒めてくださってね。来てくれて。そして泉谷しげるさんは、なんか、自分から言ってくるのはすごく恥ずかしがってたんですけど、さださんとかからね、おい、お前サンドウィッチマンのファンなんだから言ってやれよ、お前。
え、俺もう上がっちゃうからダメだよ。え、そうなんですか。大好きなんだよ。いつも博士ちゃん見てる。博士ちゃんも見てる。マジっすか。大体出てんの見てんだよ。本当ですか。ね、うん、嬉しかったね。握手してね。なかなかほらお会いする機会がないんでね、うん、泉谷茂さんとかも。テレアですからね。すごく嬉しかったですね。だからね、ね、何かしら出てこれ出てもらいましょうか。じゃあ泉谷茂さん、うん、来てくださるかね。知らないですけど。佐田さんは来てくださるよ。佐田さんはサンドイッチマンの仕事断らないって断らないって言ってるんで。ね。じゃあ帰れマンデー来てもらえる。帰れマンデーか。歩いてもらえる。長崎歩く時とかね。長崎歩いてもらえますか。もし時間があればですけども、ね、すごいライブでした。本当に。そうですね。みんなこの被災地に向けてのその熱い気持ちのある方々が集結してね。うん、で、ちゃんとあの、佐田さんとかは、佐田さんと泉谷さんが行ってんですよね、珠洲市に。あの、被災地のね、もうね石川県。ちょっとライブみたいなのをやってるんで、うん。で、そこでいろんな情報を収集してきて、あの、ライブでもね、お話してくださってましたけれども。そうだから、現地行って見て話聞かないとわからないようなことを言ってたんで、そうそうそう。ああ、ちゃんとすごい聞いてくる、来てるんだなって思いました、ね。なんかさすがだなと思いましたね、うん。歌の力ってすごいからね。本当ですよ。うん、我々もほらなんかやりたいなってね、東日本大震災の時すごくお世話になったわけじゃないですか、全国の皆さんに、うん、何かしたいなってずっと思ってたんですけども、うん、こうやって佐田さんにね、うん、声かけていただいて、うん、すごくなんかやりがいありましたね。なかなかね、旗振ってもらえるとすぐね、そう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 、やるっていう、ね、うん、誰かがこう旗振ってくれるとありがたいですね。うん、さあメール来てました。はい。シンゴタンさん。はい。昨日も頑張れのと緊急支援チャリティーコンサート見に行ってきました。ああ、そうですか。さだまさしさんが音頭を取りで、うん、泉谷茂さん、南こうせつさん、森山良子さんなどのベテランのミュージシャンばかりの中に、うん、サンドさんが登場してきた時の拍手と歓声が際立ってましたよ。はい、たっぷりって寄席でしか聞けないような声もかかってました。いや、そうそうそう。あれたっぷりって言ってた。たっぷりってあれ歌舞伎じゃないかな。たっぷりととか言いますよね、歌舞伎ってね。最初に出てってなんか言われて、なんつったんですか、なんか言ったら、あれたっぷりって言ったのか。たっぷりって言ったのか。さだまさしさんがちゃんとした漫才をやるコンビなんですよって独特な表現でベタ褒めされて、いや、嬉しかったです。泉谷茂さんがサンドさんの大ファンだったというのも大発見でした。本当見に行ってよかったですっていう。ありがとうございます。嬉しかったですね、昨日は。だから。で、なんかもう至れり尽くせりなんだよね。お弁当とかも。お弁当も豪華でさ、ヤバトンの。そう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 。なんかね、名古屋ですから。あと帰り、持ち帰りで、ひつまぶしで、佐田さんがね。会場ってなかなか取れないし、そうそう、お金もかかりますからね。会場費が高いじゃん、通常は。だから一回公演だとね、チャラなんないんだよね。結構大変、ね。赤字なんですよ、だいたい一回公演って、うん。でもそうやって、そう、舞台照明かなんかいろいろ、あるじゃない、うん。だからみんな2回公演するんですけど。そう。それをね、会場費が、そういう趣旨で、佐田さんが動くんだったらっていうことで、すごく粋な会場でしたね。もう、名古屋で一番大きい会場だって。3000人。3000人って言ってましたね。そう。うん。もう満帆でね。すごかったなぁ。もしもし、姉さん。はい。風に立つライオン基金に募金もしました。うん。私より人生長い先輩方のお客様が多かった。うふふ、はい、アンコールは翼をください、うん、上を向いて歩こうみんなで歌い涙が出ちゃいました、はい、サンドさんの漫才もお客様大声で笑ってましたね、うん、よかったね。お隣のお客様がサンドって面白いんだねって言ってました。嬉しかった。なかなかそうですよね。佐田さんとかそういう方のお客さんですから、うんうん、僕らのこと見たことない方も多かったと思うんで、うんね、嬉しいですね。こうやって言ってもらえるとね、すごくね、すごかったですよ。いいライブでした ね。こういうのなんか やるべきなんだね、やっぱりね。すごく充実した昨日はライブでしたね、うん、そうですね、うん、泉谷茂さんが猫舌だってことも初めてわかりました。泉谷さんと佐田さんのやりとりがもう面白くて、お互いバカ野郎この野郎の言い合いなんですよね。自信バカ野郎って言ってました、ね。そう。お前らの偉そうにこの野郎。お前がなんか第一人者みたいなこと言ってるけど、お前、俺の先にやってんだこの野郎。その言い合いね。記者会見でね。そう。面白かったね。よかったですね。いい経験になりました。またなんか、あったらね、うん、お誘いいただきたいです ね。そうですね。昨日も佐田さんからメール来てね、最後夜、うん、ありがとうね、うん、
この恩返しは必ずするから、ね、いやいやこちらこそですよ本当にこっちがねありがたい話ですよ。朝方に電話したりしましたから、 それも申し訳なくて ね、 あのね坂上忍さんですよそれ悪いの、ね、でも話しましたけど、ね、はい、悪いのは坂上さんですさあそしてまたいろいろね、はい、お話もありますけれども、うん、まあ楽天イーグルスがちょっと調子が乗ってこないですね。いまいちですね。なかなか難しい状況の中、うん、まあ今いるメンバーで戦うしかないということで ね、今井監督もコメント出しておりますけれども、うん、そう、まあこっからですね。まあまあ大体ね、うん、春先はそんなに調子出ないですから。ああ、そう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 。こっからこっからこっからですって思わざるを得ないですからね。ね、これ久保しおりちゃんもずっと下向いてんじゃないですか。まあね、でチャンクボが水曜日オールナイト日本ね、水曜の夜、うん、水曜日ってね勝率ものすごく悪いんでチャンクボがずっとね暗い顔してると、曜日変えてもらったらいいんじゃないですかで今曜日変えたところでみたいなところで、今12球団唯一勝ち越しのない球団が楽天イーグルスなんで。そうか、そう、まずいですね。1勝1敗1引き分けはあるけど、2勝1敗とかはないんだよね。だ山崎武さんとメールちょっとやり取りしたんですけど、はいはい、なんとかしてくださいよって言ったら、うん、監督のオファー来ないよって言ってましたよ、ねなかなかいろいろね難しいところもあるんでしょうけど、本当です、ね、山崎たけしさんの娘さんが東海ラジオで働いてらっしゃって、うん、で昨日ね、はいはい、その名古屋のイベントで挨拶しに来てくれて、ね、そうそうそう、名古屋のね、うん、ラジオ局で、うんうん、あの山崎たけしさんの T シャツとパーカーいただきました、ね、ジャイアンって書いてありました、ね、ジャイアンって書いてあって球界のジャイアンですからね、うん、嬉しかったです ね、 ね、うん、お父さんの T シャツです、来てください、お父さんの T シャツってありがとうございます。ね、ね、いや、ありがたかったですけれどもね。青森にも行きましたね。行きました。八戸。八戸にね、まあ、坂上動物王国というフジテレビの番組の中でね、うん、古山健太郎さんという俳優さんが、うん、一人で、うん、なんて言えばいいんだろうね、坂上家っていう、見てない人は全然わかんないと思うんですけど、まあ動物保護施設、坂上さんが立ち上げた坂上家っていうのがあるんですけど、うん、でそのスタッフではいるんですけどね、頼らない保護活動をしていきたいということで、うん、はい、いろんな商売もね、そうそう、やってて、で古山さんっていう人がキッチンカー乗ってグッズを全国一人で売って回るっていうのをやってて、もう津々浦々ね、うん、なんかそれで青森に来た時にちょうど我々時間あったんで、うん、フラットプライベートで行ったんですよ。恥ずかしいなぁ。フラットで、なんでマイク叩くの感覚、自分の感覚分かるでしょ、マイクとの。すみません、ちょっとスタッフの方見て喋ってたんで。うん。マイクってあったんだって。あった。あるんです、目の前に。はい、134回やってるんですよ。初めてぶっ。シャープ134。ラジオショー。初めてマイクが、あ、こんなところにあったんだ。あるんで。紫色なんだって、ね。ありますよ。思ってね。で、まあ、八戸でね、八戸のショッピングモールで、うん、古山さんが、駐車場でね、はい、あの T シャツとか、うん、パーカーとか、消臭剤とか、一人で販売するっていう、はい、そのスケジュールは出てるんで、坂上さんのブログとか見ると、うん、どっかでね、手伝いに行きたいなーっていうのはあったんですよ。うん、で、まあ、プライベートになるから、うん、ちょっと行きたいな、でも東北、その前は宮城でも松島でもやってるんだけど、そこは行けずに、うん、ちょっとどっかないかなーって言ったところでね、あ、八戸これ頑張ればいけんなっつって、うん、で富澤と話して、仙台仕事だったんで、そうそう、もう先に青森行ってで行くかっつって、うん、で二人で新幹線時間合わせて乗って、で八戸まで行って、で八戸から二人でタクシー乗ってショッピングモールまで行って、まあ、アポなしですよ、はっきり言って。誰にも言ってないからね、番組スタッフにも言ってないから、うん、番組スタッフに言うとほらカメラ入っちゃって仕事みたいになっちゃうから、これプライベートで行きたいからっつって二人だけでね、うん、行って、そしたら古山さん行って、うん、ちょうどシャッターを閉めるところでしたよ。ダラ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 休憩に入ろうとしてたんで、寝ぼけまなこでね、あの販売してたんでいたーっつってね、うん、どうもーっつって行って、まあまあ、そしたらお客さんわーっと来て、うん、うん、いろいろね、結構ね、いろいろ買ってくれてね、もう手伝いましたよ。なんかもう陳列とかも適当でさ、ダンボールに入れっぱなしなんだよね。まあまあ、ある一人だしね、いろいろ大変なんでしょうけど。まあ、お会計もしなくちゃいけないしね。
で、俺が全部陳列してさ、消臭剤とか、品出しをまずして。ほんで、サイズがないんだよ、もうほとんど。T シャツとかパーカーとかもね。うん。うん。その行った先、次北海道行くんですけど、そこでまた物が来ると。うん、そうそうそう。だからも、ないものが多い。紙袋も途中でなくなる。なくなるし、スプレーあって詰め替え用とかもあるんですけども、そのスプレー本体がなくて詰め替え用がしか売ってないとかさ。もうちょっとなんかバランスね、考えてほしいんですけどね。すごい体格のいい方が、はい、このパーカー欲しいんですけど、これ M で僕入りますかね、うん、とか、ね、古山さん聞かれてたんだけど、はい、もう下向いて、うん、多分入ると思いますよ。見ますね。絶対入んねえだろ。絶対入んねえと思うぞ、つって。結構大きめに作ってるんで入ると思いますよ。いやいや、だとしても入んねえだろ、多分 M は。すごかった。いや、面白かったよね。やっぱり、ワンちゃん連れてきたりとかするお客さんもいてね。多かったですね。で、帰りが、はい、ショッピングモールでタクシー乗り場があるんですけど、うん、いない。タクシーが一台も止まってなくてね。で、時間、もうギリだ、やばいな、呼ばなきゃいけないって言ってたら、ね、乗せていきましょうかって言ってくれたお客さん。そう、お客さんがさ、そのお客さんずっといてくれたんだよね。優しいのよ。写真撮影とかも、じゃあ私撮りますよっていう、うん、もう率先してその方がやってくださって。我々がちょっと休憩入ってご飯食べに行ったんですけど、その時お店見ててくれたり。うん、そうそう、盗まれないように。盗まれないように私見てますから、行ってきてくださいって言って。古山さんも古山さんで全部開けっぱなしですから。いいのこれ。そうそうそう。その方がね、ね結局乗せてってくれて。八戸駅までね、僕と富澤を乗せて、送ってくれたの。車で2、30分だな。うん。ここ私ん家ですって家すっかり通り越してね。すいません。わざわざね。その方からメールが来てます。嘘、はい、本当月岡さんでしょ。そう。先日八戸まで来ていただきありがとうございます。いやいやいや。完全プライベートで古山さんの応援にいらしたと伺い、本当に驚きました。はい。商品の在庫が少なく、陳列もされていない棚を見事に整理されていた伊達さんを見て、さすが元営業マンと感心しました。お客さんたちも古山さんを温かい目で応援していたのが印象的でした。うん、そうですね。サンドイッチマンのお二人の優しさと芸能人の壁を感じさせない雰囲気に感動して、壁なんかないです。親近感を抱き、私も何かお手伝いできないかと思っていた時に、優しかった。ね、皆さんが休憩に行かれると聞いたので、うん、その間友人と留守番をさせていただくことになりました。ね、戻られてからタクシーどうしようとお話しされてるのを見て、私でよければ駅まで送りましょうかと言ってしまいました。ありがたい。今考えてみるとなんてことを言ってしまったんだろうと思います。でもあの時のお二人の姿を見て、私にできることは何だろうと思っていたので、いやいやすごいな、とっさに手を挙げてしまったのです。緊張しながら運転している私に気さくに話しかけてくださり嬉しかったです。いやいやいや、無事に新幹線に間に合ったとブログを拝見して知りほっとしました。もともと家族揃ってサンドウィッチマンのお二人の大ファンでしたが、今ではもっともっと大好きになりました。いや嬉しい。貴重な経験と素敵な思い出をありがとうございました。いやいやいや、これからもお体に気をつけてご活躍ください。八戸から応援します。ありがとうございます。月岡、いやいや、月岡さんっていうね、お姉さん ね今度八戸まで行った時迎えに来てください。またお願いしますね。心地いいかったんだね、運転もね。運転上手でしたね。そうそうそう、ありがたいね。本当です。なんかすごくそういう方がいらっしゃるんだな。みんななんか優しかったですね。みんな優しかった。やっぱね、動物好きな人に悪い人はいないなんて言いますけど ね。でみんななんか買ってくれるしね。うん、そう、物がないんだね。じゃあしょうがない、パーなんかトレーナー買う、ね、そう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 、この暑いのに、ね、暑いのにさ。で坂上さんがさ、うん、発注ミスしてるんですよ。そのクリスマス絵柄のパーカーをものすごい大量に買っちゃって発注してメーカーにバカみたいにあるんですよ、そので季節外れの。そう、でもうあったかくなくて、俺らもさ、うん、今 T シャツじゃない、はい、それなのに分厚いパーカーしかないんだよ。誰買うんだよ。しかもクリスマスって書いてある。それが大量に置いてあるのよ。メリークリスマスって書いてある。まあでもいずれクリスマスは来ますんで、なんつってね。ね、うん。そうでもね、そういうの買ってくれたり。買ってくれてました。ね、本当にありがとうございます。本当にすみません。ね。申し訳ないですよ。嬉しいな。嬉しかったですね。なんかすごいいい場所でしたね。で、二人でまた新幹線乗って。はい。ね、今度は仙台まで行ってみたいでね、仕事でしたけど、桜がね、八戸が満開でした、この間。だからやっぱちょっと早い、ね、ちょっと早い。だから弘前城ってすごく青森のね、桜の名所があるんですけど、うん、そこ大体ゴールデンウィーク大体満開で、うん、青森はね、そのイメージだよね。うん、それがもう
すでに満開終わってましたからね、うん、少し早くなってんのかな、ね、うん、面白いね。そして明日商店が、あ、そうです、あるということで、明日商店我々、ね、ネタやってますんでね、見てみてください。去年じゃないですか撮影した年末撮ったやつかな。まあまあちょっとネタ見ていただければ分かりますけど、その遅れた理由がなんか分かると思いますけど、ね、ああ、このネタだからかっていうのはあると思いますけどね。そうそうそう、まあまあ、ね、それ何も考えずに見ていただければと思います。お願いします。はい、さあ、行きましょう。はい、ね、サンドウィッチマンザラジオショースタートです。スタートです。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today.Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? Sandwich Man, the radio show, Saturday! あらためましてどうもこんにちは。サンドウィッチマン伊達みきおです。富澤たけしです。そして日本放送アナウンサー東島恵理です。よろしくお願いします。東島さん、よろしくお願いしますお願いします。いや、ちょっとびっくりしたんですけど、うん、東島さん、福島に一人旅したでしょ。え一人で、俺がずっと言ってました、この桜の三春の滝桜、はいはいはい、一人で見に行って、はい、マジで冒険してきました。一人旅よ。マジないの。そういうことじゃない。そういうことか。平日ですから。なかなかね、スケジュール合わないでしょうから。いかがでした。大感動。大感動。圧巻。圧巻だったでしょ。滝桜行った。はい。で、ちょうど満開の頃で。うわー、最高だね。一番こう重みを感じるような花がたわわについた状態の。でも大体花に目が行きますけど、うん、幹にあれほど吸い寄せられるっていうのも初めての経験でしたし、そうそう、すごい太いんですよね幹がね。しだれ桜を見上げるっていう経験もなかなかないですし、そうそうそう、なんか年取ったね。え、そうですよ、もう完全にお二人よりです。感動するよ。はい、違うでしょ。いや、最初笑っちゃったんですよ、私すごすぎて、うん、で、あれが散り始めてたら多分号泣してました、伊達さんのように。はいはいはい、満開の滝桜、人いっぱいいました。いっぱいいました。でも東京だと若い方お花見されてる方多いですけど、うんうん、滝桜ツアーでいらっしゃるご年配の方も観光バスでね多いので、うん、今年もね無事に見られたねっていう会話が、それがまた染みるという。そうなんですよね。菜の花と青空とコントラストになっていて、天気も良くて、はい、いや最高だったな。雲一つない空でした。いや、でもよく一人で福島の三春町まで行って、滝桜、いやいや、すごいよね。素晴らしい。福島はね遠くなかったです、東京からでは。近いよね、うん、郡山まで行ってね、はい、山彦で行って。そうです、白川ラーメンも食べられました。白川ラーメン、分店の、はい、トラ食堂の分店で、うん、はい、でラックオーカフェオレとクリームボックスをおやつにしました。感動してます、ね。はい、最強ですね、はい、海鮮山公園にもちょっと、あ、海鮮山も行ったの桜見に行って、海鮮山公園も行ったの、はい、うわこれさ、一人旅ってどうなんですか、はい、その分かち合えないじゃないですか、はい、まあ、感動は胸にしまい、ただ方向音痴なんですよ私極度のでもやっぱりキョロキョロしてるの絶対誰かが助けてくれるので、ーラーメン食べてる時に、うん、多分この子はどうやって駅に行くんだろうと思ったお店の方が一生懸命タクシーを探してくださったりとかそう、人の優しさを感じられる。いや、染みますよ、はい、なんか手作りのキーホルダーいただいて帰ってきちゃいました、いやー嬉しいな、なんか、うん、東島さんそうやってすぐ気仙沼行ってくれたりさ、うん、俺らが話したところ行ってくれるじゃない、うん、すごく嬉しいなと思って、うん、行ってほしいですね。フットワーク軽いし、まあ、九州からでもちょっと遠いですけど、うん、見る価値ありなので、きっと価値ありますよね、うん、東京だけでなく今お聞きの方ぜひ、いや本当来てほしい。予習して いくからまたね、はい、ハードル上がってるはずなのに、うん、余裕で超える本物が超えてきました。また三春の滝桜って一本ドーンとあるんだよね、はい、山のこう周りも桜あるんですけど、うん、その滝桜っていうのは本当にドーンとあって、うん、結構遠くからでも
あいつすげえオーラ放ってるって感じですよね。スターのオーラ。そう、はい、まあ、夜まではいなかったでしょ。いなかったです。あれライトアップされるんだよ。そうでしょうね。またあれがすごいんですよ。存在感がね、生きてるって感じするようになるね。生命力ですよね。そう笑っちゃうっていうのは面白い、ね、笑っちゃうあれすごいよね。マジで すげえじゃん。あれすげえんだよやっぱこいつか。噂には聞いてたけれども想像以上じゃんっていうのが来ちゃう。ほんでまた何年後かにまた行きたいなって、絶対なると思います。でみんな静かに見入ってる桜に。 あの雰囲気も東京のお花見とちょっと違うなと。確かに、うん、なんかこうブルーシートを引いて酒飲むみたいな、はい、なんかそういう下品な飲み会です、ね、花見ちゃんとお花見してんだよね。堪能しましたね、うん、歩いてみる皆さん。滝桜ってすごいなって。うーん、よかった。いや、それ味わってくれたんでしょうね。メールも来てました、ねはい、宮城県のラジオネーム一筆旅さん、はい、どうも。先週の日曜日福島県三春の滝桜を見に行ってきました。おこの日は快晴で花 花見日和でしたが、うん、夏のような暑さで伊達さんが提唱している二季節も、うん、あながち間違いではないのかなと思います。全部二季ですよ今。滝桜は名前の通り近くで見ると滝のような迫力がある、うん、郡山観光交通さんが出しているしだれ桜花番付というのかな、うん、で東の横綱にしているのも納得でした。いやそりゃそうですよ、うん、来年もまた見に行こうと思いますが、うん、その時は三春滝桜の娘とも言われる西の横綱、うん、紅しだれ地蔵桜でいいのかな、はあ、も見に行きたいと思います。ちなみに東島さんは三春の滝桜は見に来れたのでしょうかという、ね、翌日にねお邪魔してますね。そうですね、月曜日だもんね。そう、満開でいがったねってこう書いてました、看板に。桜はねまたこの強風とか雨降るとまた散っちゃうしね、すぐに。よかったね、満開の時期見れるってなかなか。あれで見て、うん、その木だけの、うん、花咲いてない時を見るとまたこの木すげえなって、うん、そうそうそういうのがね感じられます。満開の滝桜見ると桜咲いてない時もちょっと見たくなるんですよ。基本数年通して桜咲いてない時期の方が圧倒的に長いじゃない、うんうん、でもお客さん行くんですよ、うん、滝桜見る。そうで、これに桜咲くんですかって、どんな感じなんだろうって見たくなる。でもう一回みんな4月にもう一回おかわり旅ですねこれはね。そうしましょう、もう一回見ようって。あと夜バージョンと何回かバージョンを締める、ライトアップね。いやすごい、今度はあの山梨の神代桜も。そうですね、三大桜をどんどん詰めていきましょう。そこは樹齢2000年を超えるという。これまたそのこの気持ちを取っておいて40代50代になってみて、はい、どう違うかをちょっとね、また変わるな感じてほしいです。そうですね、また笑っちゃうのかもしれない。まだ笑ってる私ってなるかもしれないです、ね、よかった滝桜行ってくれたな。おかげさまでありがとうございます。なんか嬉しいわ。東島さんってすげえな。見るとなんか言って、俺らも行くから東島長崎来てくれましたしね。佐田さんと歩いてください、また長崎。ぜひ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 見たい。あのこの間サンド屋台っていう番組で、はいはい、紹介させてもらったんですけど、長崎のあのカステラ梅樹県の、はい、今4ヶ月待ちだそうなんです。買えないって4ヶ月待ち、はい、佐田さん あの弟さんに言われました。そうなのでほどほどに今4ヶ月待ちだよあれ。紹介しちゃったから、なんかすいませんでした。本当に、あと店頭では売ってるらしいんですけど、うん、あ、そう、あ、取り寄せオンラインとかだと取り寄せとかになると4ヶ月待ちだってその作ったものが4ヶ月後に来るってこと。そんなわけねえだろ。悪くなっちゃう、注文が殺到して「うむ」って言わなくなっちゃう、ね、またここで言っちゃうと。そうそうそう、どうしましょう、6ヶ月待ち。買わないでください皆さん、買わないでください。美味しい美味しいカステラがね、はい、あすごいねテレビはね。そうですね、はい、さあということで、はい、今日のメールテーマ発表お願いします。はい、本日のゲストは清水ミチコさん。清水さんだ、嬉しい、まあ、清水さんといえばモノマネ、はい、ということで今週のテーマはあなたがやったことがあるモノマネ教えて。おうおう、過去に一度でもモノマネをしたことがある、うん、例えば学校の先生や友達、誰でもやっていたアントニオ猪木さんなど、うん、周りの人に披露したことがあればエピソードとともに送ってください。これなんか芸人になる人って最初モノマネから入ってるような気がするんだよね。学校の先生のモノマネとか絶対なんか通って、それで友達の前でやってちょっと受けて、うん、笑いを取るっていうの感覚をなんかそこでさもらうじゃん、ね、うん、クラスの
なんか受ける気持ちよさして、あれやってあれやってって言われる、それがまた心地よくなってきて、だ原点かもしれないね、もしかしたら学校でやるものまで、学校の先生のものまねとか、そうだよな、やってたじゃんね、やってたよ俺、いろんな先生大体の先生のものまね網羅してたんですね、そう動きとか口調とか、あと顔とかね、あと教室に入ってくる瞬間の誰々先生とか、そういうのやってたわ俺、中学小学校からやってたな、だそういうことでしょう、ね、うん、それで面白いなお前って言われるんですよ、芸人になろうかなそこでそこで思うんだ、それ面白いんだよね、笑いを取るっていうのは多分そこからなんだろうね、視点とかあるんだよね、そういう、清水さんって常にこのもう大ベテランなのに新ネタ作るじゃない、うん、それがすごいなって思うんですよ、うん、いやなんかその男性もやるじゃない、やる、そう不思議ですよね、すごいな、何なんだろうな、あのご本人がいらっしゃいますから、うん、あそうですね1時台からね、はい、登場しますから、清水美智子さんへのメールもお待ちしております、はい、そして今回もメールを読まれた方の中から富澤賞として3名の方に番組オリジナルステッカーをプレゼントします、はい、さらに今回もプレゼントがあります、うん、この後お送りする福島見つけたのコーナーで白川ラーメン5食入り喜多方ラーメングッズ2食入りを今日も番組を聞きの方の中から抽選で7名様にプレゼントします、はい、うん、ラーメン希望と書いてお送りください、うん、同じ内容のメールはいつまででお願いします、受付メールアドレスはサンドアットマーク 1242.com まで、感想はハッシュタグサンドラジオショーをつけてつぶやいてください、はい、さあ田村ならどんなカメラでも高く買い取ります、さらに時計やブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999-157-999。 出張買取はカメラの北村、高価買取キャンペーン中。羽衣フーズからのお知らせです。皆さん、ローリングストックしていますか？いつもの食材を多めに買っておいて、食べた分だけ買い足す。これをローリングストックと言います。シーチキン、シャキットコーン、ポポロスパ、パパッドライスや朝からフルーツなど、羽衣フーズはストック食品に適した商品が盛りだくさん。その中でもシーチキンスマイルはさっと開けられてスッと使える袋タイプの商品です。かさばらず片付けも楽々。豊富なラインナップをご用意しています。いろいろな用途で楽しみながら美味しいシーチキンが手軽に食べられます。これから始まる新生活、羽衣フーズの商品で美味しく楽しくローリングストック始めてみませんか？羽衣フーズからのお知らせでした。日本放送生活の窓口が無料セミナー、プロが教える相続贈与と資産運用、新NISA制度でも知っておくべき相続対策のポイントを開催。5月21日火曜日午後1時30分。場所は日本放送イマジンスタジオ。詳しくは日本放送生活。サンドイッチマンです。サンドイッチマンザラジオショーサタデー。ラジオショーサタデー。サンドイッチマンザラジオショーサタデー。さあ、この時間は発見福島と福島グルメを盛り上げるこちらのコーナー。福島見つけた。月替わりでサンドさんも大好きな福島県産のおすすめの一品を紹介しているコーナーです。今月ご紹介している一品はこちら、福島のラララランラララランラララランラララライみたいな、ラララライみたいな、ラララライみたいな、ラーメンなんです。先週までは喜多方ラーメンと白川ラーメンの特徴や誕生の秘密についてご紹介してきました、うん、はい、今週は福島県でラーメン店を営んでいらっしゃる方にお電話で直接お話を、嬉しいですね、伺えることになりましたよ、ありがとうございます。お電話に出ていただくのは、はい、棚つもの代表取締役麺どころ広田製粉所の広田雄介さんです。広田さん、はい、広田さん、つないでます、あ、つないでみましょうか。広田さん、はい、こんにちは。どうもどうも、サンドイッチマンだてです、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうもお世話様です。忙しいんじゃないですか、今土曜日のね、うん、お昼。そうですね、ね、はい、はい、今日も福島市にございます、道の駅福島という店舗に今日は入っているところでございます。あ、
今日は福島市ですか？ええ、福島市の店舗に入ってますね、今日は。そうですか。はい。よろしくどうぞお願いします。お願いします。はい。僕一度お会いしてますよね。そうなんですよ。実は、2021年の11月に、はい、伊達さんが、道の駅浪江でも、のフードコートでも出店しておりまして、はいはい。伊達さんがプライベートで来ていただいた時に、うちのラーメンを食べていただいて、はい、僕から、まあ、伊達さんはちょっと覚えてるかどうかは、わからないんですけど、僕からちょっと声かけてさせていただいて、はい、その時に伊達さん、うん、この浪江福島のことをすごい、心配、なさって大丈夫？大丈夫なの？頑張ってる？っていうような、すごいこう、福島のことを考えていただいてるってことで、なんかすごい、印象が残ってるんですよね、僕。嬉しいです。そのままでお願いします、ずっと。もちろんです。もちろんです。はい。そうそうそう。行きました。ね、道の駅浪江ってすごく綺麗な、なんか、はい、木造のね。そうです、そうです、そうです。デザイン、すごく綺麗なデザインのね。綺麗な道の駅でね。はい、こちらのラーメンはじゃあ食べてる？食べました、食べました。はい。いろんなの食べられるんですよね、フードコートでね。そうですね。そうですね。浪江の方は、B級グルメで有名な、浪江焼きそばっていう、うん、B 級グルメ。そちらの方も、伊達さん食べていらっしゃいました。めちゃくちゃ食ったんじゃないの？私は大体。ラーメンも通ってない。大体食べますから。いや、嬉しいな。中でもそのラーメン、お店のこだわりっていうところは、うん、広田さんどうなんですか？はい、実は私の実家がですね、うん、140年余り続いてる製粉業、粉屋なんですよね。粉屋さん。それで、まあ、小さい頃から、本当に粉で自分でうどん作ったり、ラーメン作ったり、お蕎麦作ったりしてまして、うん、はい、その時からも美味しい麺を作ったものを、まあ、将来自分の店元で提供したいと。というところをずっとこう思ってて、うん、現在こういう道の駅浪江の福島と浪江で、ラーメン店を出店させていただいている流れでございます。すごいな。粉をね知り尽くしてるでしょうから、うん、美味しいラーメン作りそうですね。いや、そうでしょうね。じゃあ特に粉にポイントがあるということですね。そうですね。まあ、製粉業のが実家という流れで、やっぱりラーメンを目にやらさせていただいてますけども、うん、はい、まあ、ラーメンでも太麺とか縮れ麺とかストレート麺とか、うん、まあ、いろんな麺が、うん、ありますけども、やっぱその原料であるのは小麦粉なんですよね。そうですね。その小麦粉も、まあ、いろんな品種の小麦であったりとか、うん、あとは、まあ、加水率って言って、まあ、寒水を入れた水ですね。まあ、それの入れるパーセントでも全然変わってきますし、うん、まあ、その中でもやっぱり原料で一番重要なのは、やっぱり粉っていうところの中で、うん、粉を吟味しながら、あとは当然ながら、福島の美味しい食材を、地元の、うん、食材を、優先して、うん、美味しい麺と、あと地元の食材を掛け合わせながら、ラーメンを提供しているところでございます。はあ、いや、美味しいんだよ、本当に。広田さん、広田さんは、その、はい、今いる福島市内と、うん、あと浪江に2店舗ですか？2店舗、あとは福島市にもう1店舗、本店というところ、まあ、違った用語なんです、うん、中華そば小林っていう、屋号でやらさせていただいてるんですけども。そちらもは店内で粉を引いて店内で自家製麺をしてっていう、まあ、ちょっとこだわりすぎたラーメンってもこだわりすぎたラーメン食べてみたいね。激しいですね、こだわりがね。でも粉でね、はい、食感と喉越しもね変わってくるでしょうから、ね、ちょっと今、ね、浪江の状況どうですか？そうですね、浪江も脱線来ていただいたちょうど3年半前ぐらいになるんですけども、うん、まあ、ちょうどコロナ禍から始まった道の駅なんですけども、はい、まあ、最初は当然ながらそのコロナの問題も終わったので、うん、集客が弱かったんですけども、ええ、去年からコロナの方も落ち着いた中 で、ね、この1年で浪江の方も福島道の駅の方も、うん、集客がこの1年で行き上がってるところでございます。よかったよかったよかった、これまた行きますから、はい、うん、ぜひお待ちしてますんで、ね、必ず行きます。ぜひね、足を運んでいただいて。そうですね、美味しいラーメン食べに福島に行ってほしいなと思いますね。はい、うん、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。リスナーの皆さんにメッセージありますか？そうですね、まあ、ぜひ、道の駅福島と、道の駅浪江、うん、ぜひ、福島の、農産物、あとグルメ、はい、名産品も揃っておりますので、うん、ぜひ、福島に来た際は、お寄りしていただいて、楽しんでいただければなと思っております。うん、なるほど。はい。
ありがとうございます。お忙しい時間帯に、はい、広田さん、ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。嬉しいです。今日お話できてありがとうございます。またお伺いします。ありがとうございます。この後も頑張ってください。頑張ってください。失礼します。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。聞いてるだけでラーメン食いたくなった。ねえ、ラーメンの口になっちゃいましたね。またご縁ができて嬉しいです。必ず食べに行きます。はい。今日はそんなとっても名福島の一品、福島のラーメンから、喜多方ラーメン具付き2食入り、白川ラーメン5食入りを、発見福島から番組を聞きの方の中から抽選で7名様にプレゼントします。はい、ご希望の方は、サンドアットマーク 1242.com まで、懸命にラーメン希望と書いて、本文には今日のテーマも添えて、住所、氏名、年齢、電話番号もお忘れなく。よろしくお願いします。お願いします。もう本当に遊びに行ってほしいね。本当ですね。本当ラーメンはね、いっぱいあるから。本当に。その浪江焼きそばもそうだけど。そうなのよ。ちょっとラーメン旅してほしいですね。ね、2泊3日。いや、3泊4日で。福島県遊びに行ってください、皆さん。まくり。はい。ということで、福島見つけたでした。全力ホールディングスがお送りしました。ごめん。私、あなたのことタイプじゃないのよね。俺も。俺も今、もって言った？も？も。も？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 モビットですから。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。Amazon のオーディオブック、オーディブルなら、人気俳優が朗読する名作小説。私のことを覚えていてほしいの。ノルウェーの森や、胸躍るオーディオエンターテイメント。ブラックウィドウが僕のチップの中に。マーベルズ、ウェイストランダーズシリーズが聞ける。オーディブルで聞こう。ホルモン、なんて摩訶不思議な響きでしょう。一体それは何なのですか？一言では説明できない。鴨川って行ったことないな。銀河の騎士なら行ったことあるけど、どんなとこ？等間隔カップルがいたりするところ。そこでホルモンの試合が行われる。ホルモンって競技なのですか？デスゲームなら私負けないよ。私も飲み比べなら得意です。うちらもホルモン入っちゃおうよ。ドゥンドゥクは？ん？鬼語覚えないとホルモンは戦えない。今の落ち着けという意味。今回は見ててください。はい、はい、舞台鴨川ホルモンワンスモア、池袋サンシャイン劇場で4月29日まで公演中。チケットは日本放送イベントホームページから。ポール・マッカートニー写真展。世界を席巻した60年代のビートルズをポール自身が撮影した貴重な写真およそ250点を展示。7月19日金曜日から六本木ヒルズ森タワー東京シティビューで開催。詳しくはポール・マッカートニー写真展で検索。明日朝9時からの三重球児サンデーヒットパラダイスは、春もやっちゃう丸ごとサザン180分。春夏秋冬一年中楽しめるサザン。ここで四天王の一角春サザンが満を持して登場だ。違いあるの？1枚です。日曜のへそ、今週はスペシャルウィーク、ゲストに TIM の2人が登場。生放送中にメールを送ってくれた方の中から抽選で豪華家電のプレゼントもあります。土田中The Radio Show Saturday Guest Show Let's get started。 さあここからはですね、いつもよりちょっと早めに素敵なゲストの方が来てくださいました、はい、こちらの方です。いやいや、どうも山田邦子ですけども、まあ、今のね、あの紹介の仕方85点ですね。85点。もう少し途中からね、あのもう一本面白くなるかなと思ったんですけど、まあ残念です。すげえ。今旬なんですよ、私の中で邦ちゃんのものまで。急に山田邦子さん。違うんです、清水美智子さん。そうなんです、残念でした。よろしくお願いします。お邪魔します。緊張するんですよ、なんか清水さん。聞いた。だから私今日ちょっとお菓子買ってきてごまかそうと思って。お菓子いただきました、伊勢丹の。なんで緊張すんの？緊張します、だから小さい頃から見てるからです。あ、そういうもんか、はい、中学ぐらいから見てましたから。あ、そっかそっか、はい、それでですか。テレビの人なんですよ。だから私はあの女芸人さんたちと一緒に M1 見て、はい、あんたたちがこう勝ち上がってくるっていう時見てたから、ね、本当に優勝した時にみんなで踊ったんだ、はい、そのぐらいだから、なんかすごいなんか自分の子供っていう感じ。俺が育てたって人よくいるじゃん。じゃあ喜んでくださったんですか？そうですよ、もちろん。嬉しい。だって単独もね、見に来てくださるから。単独も面白かったね。ありがとうございます。毎回来ていただいての、はっきり言ってさ、はい、そのライブが始まる前に、はい、あのお客さんとトークあるじゃん、はいはい、
その時に覚えてるか分かんないけど、僕自殺する寸前だったんですって言いました。あれ、あ、ちょっと重くなるかなと思ったらさ、すごい明るくいい、あの子もいい子だったしね、いい話に進んでって上手に言ったのさ、あれ上手に言ったし、あんたたちの漫才のおかげですとも言ってたからね。そう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 、うん、あんたたちってことはないですすいませんいや、本当その通り。いつもでも楽屋来てくんないじゃないですか。だから、あんたたちの、その態度がさ、態度その、行くじゃん。そうすると、今日もそうなんだ、今日じゃないや。ビバリーもそうなんだけど、姉さんお疲れ様ですって、なんか、はいつくばるように言うじゃん。それはそうですよ。あれが恥ずかしくてさ、いじめてるみたいな感じにするからさ。そうそう、毎回、大先輩。だから、お菓子だけ渡して、もう、あとは、触らないでください。差し入れいただいてね。いや、だから、やっぱ来てくださるじゃないですか、そうやってライブとかに、うん、で高田先生とかもそうなんですけど、うん、必ずビバリーでお話してくださるんですよ。でもそんなに清水さん話さないですよ。うるせえな、うるせえな。行ってきたよ、あの長いんだよまたさとか、それぐらいなんですよ。あれ今回面白くなかったのかなとかいつも不安でね。いや面白かったですごく。でも面白かったっていう話をしてもさ、はい、お客さんってそんなにさ、あそうなんだで終わるけど、あれは気をつけた方がいいと思うよみたいなことを言うと視聴者もほうってなるから、あんまり自分の幸せを喋んない方がいいんです。そういうことね、名言です。そうです、そういうことか。すごくつまんなかったですいや、ありがたいなと思って毎回さ来てくださって で, すよ。でも本当勉強になって、あのライブ見てから、はい、やっぱお客さんに向かって喋るってことが当たり前だけど、はい、すごく大事だなと思って自分でも気をつけるようになったの、で自分としてはなんかネタやることで一生懸命で、はい、自分の中で自己完結みたいな感じで走りすぎるところがあって、はい、お客様と喋るんだ、遊ぶんだっていう気持ちになったら、ちょっと変わってきて、おかげさまで。本当ですか？うん。で、この連鎖が、私のライブ見に来た、クリープハイプの尾崎さんが、清水さんの態度見て、僕ちょっと変わったんです。言ってましたから、ロッカーまでが。はぁ、そうなんです。サンドさんのおかげだと思って。でもあれ面白いですよね、お客さんいじる。いじるっていう言葉良くないけどね、面白いよね。変わった人って言うなよ。変わった人いるからね。すごいですよ、主張が。もうね、うちわ持ってたり。うちわの主張すごいよね。触れてくれ、触れてくれのお客さんがすごく多いんで。そうそうそう。だからやりやすいんですよね。で、うちわ持ってるとさ、話しかけやすいし、あっちもスタンバイ OK って感じだからね。そうそうそう。いいんだなと思ってね。そうそうそう。喋、嬉しいもんね。話しかけられたいんだろうなっていうので、本当に。ペラペラの紙一枚にただ頑張れって殴り書きしたような。私なんかニュータッチすごめんって書いてあった。書くことが分からず。すごい。ビバリーでコマーシャルやってるから。やってるから。面白いですよね。面白いよね。お客さんもやっぱ。お客さんも面白いよね。なんかやっぱ笑いに来てるお客さんってすごく嬉しいですね、こっち。特にさ、やっぱちょっと似てくるっていうか、私には私みたいな人が多いし、ユーミンさんにはユーミンさんのお客さんみたいな。ちょっと似てるし、サンドさんはやっぱ優しいよね、お客さんね。なんか優しい人が多いですね。うん、多いと思う。結構いじっても全然ね、うん、笑ってくれる人が多いからね。うん、ありがたいんですけど。うん、いや、あと、誰だっけ、ずっと来てるお客さんの。小島さんのことでしょうか。小島さんから、やっぱチケット代取ってる。いただいてるんですよ。すごくないですか。その一線はやっぱ超えちゃダメだから。小島がね、絶対それは大事だから、うん、お客さんとして一線を超えないように。清いなぁ。俺は招待していいと思うんですよ。あんなに毎回いじってね。うん、そうだよね。DVD にまで入ってたりしますからね。うん、いや、じゃあ、それはいいと、チケット代はいいとしても、出演料いるよね、あれ。立たせてさ、そうなりますよね。スポットライト浴びさせてさ。確かに。あんなこと好きそうな人じゃないから、どう考えても。確かに。出演料だな。そうですよ。そこら辺ちょっと今年から考えたい。おっせえな。結構行かれてるんですか、いろんな芸人のライブ。まあ、ナイツとかは行くでしょうけど。あ、そうだね。ナイツさんの行ってきました、この間も。うん。やっぱ全然違いますか、その雰囲気というか、僕らの、お客さんとか、まあ、清水さんのお客さんもそうですけど。そうですね。やっぱ違うんじゃないかな。なんか、お客さんになってる時って、はい、客観的にそんな見てなくって、本当にただ笑ってるからよくわかんないけどね。うん、ただ面白いっていう感じで。結構いろんな作品っていうか、見に行く方ですか？あ、誘われたらすぐ行く、割と。空いてたらね。その辺のフットワークすごい軽いなと思って、いつも。うん、そうそう、無責任なの。無責任一回コマーシャル入ります、はい、この後も清水ミチコさんお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
一番高く買い取ってくれる中古車店、わかりますか？知りたいけど、すぐにはわからないでしょ、と思いの方。実は、簡単にわかる方法があるんです。それが、車たかし。車たかしは、中古車買い取り店の査定額を一気に比べられる便利なサイト。たった1分。あなたの車の情報を入力すれば、大手買い取り店から近くの買い取り店など、最大10社の査定額が無料で届きます。比べてみれば、一番高く売れるところがすぐわかる。買取店によって、なんと平均18万8000円も買取額に差があるんです。車を高く売りたいなら、車高しで検索。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。ぜひ FM お別れとなります。そうでございます、はい。今日もお付き合いありがとうございました。ありがとうございます。はい。メッセージもご紹介できますね、うん、メール来ております。春太郎さん、会社の忘年会余興で当時無双状態だった戦場カメラマン渡辺陽一さんをやりました。 ある意味誰でもできるので次の女子軍団と丸かぶりでした。女子の方がバカ受けで惨敗でした。あ、まあ、ゆっくり低音で喋るっていうね。そしてビバスパークスさん、はい、私は聖子ちゃんファンだから小学生時代からよく聖子ちゃんのルをリュウ、あ、リュウって言うね、発音するのを真似してましたと。分かる。高校時代は工藤静香さんのヘアスタイルや口紅の色や眉とかも、うん、ルをリュウ、聖子ちゃんそんな言いましたっけ。ルリ色の地球のことをリュリ色っていう、リュリ色の感じがする。やっぱそういうとこ見てますね。私本人になりきって見てるから。そこが大事なんでしょうねきっと。多分ちょっとそういう変態性が大事。すごいことございました。すごいその観点っていうか、視点が違うんですよ。天才はそこが天才は、はい、天才なんですよ。どうもそういうわけで天才です。ケチャップとアンブレラさん、はい、もうラーメンのメールですね。先週は私の地元山形のラーメンを話題に挙げていただき大変嬉しかったです、はいはい、そんな中でどうしても伝えたいことがありメールしました。何でしょう。私が最も大好きなお店が今月いっぱいで閉店することを知り悲しみに暮れています、はい、それは山形県鶴岡市にある山王夢食堂というお店です。ここのチキン南蛮定食、野菜炒め定食はうますぎます。ラーメンじゃねえんだ。で人生を通して本当だ、未だここを超える味に出会えていません。定食なのね。どうかこのメールが読まれ残りの1週間で少しでも多くの方に訪れてほしいと願っております。鶴岡の M1 優勝以前からサンドウィッチマンさんのファンである私の一押しなので間違いありません。ありがとうございます。ただサンドウィッチマンって書いてある。うるせえな。その辺はもう、ね、昔サンドチッチマンって書かれてましたありました、ね、サンドチッチマンってやつってね。びっくりしました。ありましたからね。全然問題ありません、ね、さあこの後もメッセージもお待ちしております、はい、清水美智子さん、コニュースです。箱崎みどりアナウンサーお願いします。はい、お伝えします。共同通信によりますと、日銀の植田和男総裁は19日アメリカのワシントンで講演し、基調的に物価が上昇し続ければ追加で金利を引き上げる可能性が非常に高いという考えを改めて強調しました。ただ具体的な時期には触れませんでした。日銀は先月マイナス金利政策を解除し17年ぶりに利上げしましたが、市場では追加の利上げのタイミングとペースが注目されています。共同通信によりますと、ロシアによる無人機やミサイルの攻撃で甚大な被害を受けているウクライナに対し、 NATO 北大西洋条約機構の加盟国が防空システムを追加供与することで合意しました。これは NATO のストルデンベルク事務局長が19日記者会見で明らかにしたものです。ただ供与の時期や数量など詳しいことは分かっていません。おしまいに、アメリカのプロバスケットボール NBA のグリズリーズに所属する渡邊雄太選手が19日来シーズンから日本でプレーすると明らかにしました。渡邊選手は2018年10月に NBA デビューを果たし、グリズリーズとラプターズに2シーズンずつ在籍しました。その後昨シーズンはネッツでプレーし、去年7月にサンズに入団しましたが、今シーズン途中グリズリーズにトレードされていました。以上、日本放送ニュースでした。日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの山口さん、よろしくお願いします。はい、
首都高速道路は川口線の上りが事故のため渋滞しています。川口線の上りは加賀で事故のため3キロ渋滞しています。3号線の下りは用賀に乗用車が故障して止まっているため大橋ジャンクションまで渋滞しています。その他の状況です。都内の小熊市通りの下りは足立区港北5丁目でトラックなど車4台の事故のため1キロ半の渋滞です。神奈川県の市道環状4号線の泉区方面からの下りは横浜市瀬谷区瀬谷4丁目でトラックと乗用車の事故のため通行止めになっています。高速道路は東名高速道路の下りが神奈川県の大和トンネル付近で12キロ渋滞しています。東京インターから御殿場インターまでの所要時間は1時間25分です。日本道路交通情報センターの山口でした。山口さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時57分とお伝えします。不愉快ですよね。言ってください清水さん、マジでこいつやめないでしょ、ここだけ絶対に。誰も何も言わない。なんで2枚目になるんですか。山口さん、ごめんなさいね、本当に不快だよ本当に。さあ、この後2時台も清水美智子さん、はい、たっぷりお付き合いいただきますので、楽しみでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。2024歌で編む無限のストーリー、7月15日月曜祝日、大宮ソニックシティ大ホール。デビュー8周年を迎えて無限の可能性にかけて挑む全国ツアー、チケット好評発売中。毎週土曜日放送中の快適生活ラジオショッピング、ご紹介している商品の詳しいお問い合わせは0120-40-1475 0120-40-14750120-40-1475快適生活まで。雨の日の運転って心配ですよね。雨の日は晴れの日のおよそ4倍も事故が多いそうです。だからいざという時にちゃんと止まれるタイヤを選びましょう。雨に強い横浜ザ・ラジオショー、サタデー2時です。祝開局70周年笑顔になあれ、日本放送ニュースデスクの森田浩二です。2時だよ2時長えし、すいません。仙台市泉区ラジオネーム勝地さんかね。ありがとうございます。それは森田浩二さん、だから2時ですから、すいません、はい、こういうのやってるんです清水さん。やめてくださいこっちもダメだから、こっちもダメ。やめてください。そうですね、何なんですか、東島さん頼りですよ。そうですね、浸透してきたコーナーやめてくださいって。コーナーじゃねえし、コーナーと思ってるということで、やめますこれは。コーナーじゃないから仕事だから。時刻は、午後2時を回りました。改めましてサンドウィッチマン伊達みきおです。富澤たけしです。日本放送アナウンサー東島恵理です。清水美智子です。ありがとうございます。サンドウィッチマンザラジオショーサタデー、ここからはで日本放送キーステーションに TBC ラジオ、 MRO ラジオ、 KBS ラジオ、 NBC ラジオの5局ネットで生放送でお送りしてまいります。さて、2時台も引き続き本日のゲストは清水美智子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。さあ、ここからはですね、まあ、清水さんのそのまあもうちょっとモノマネのね、ちょっと極意というか、モノマネレパートリーっていうのをこういただいたんですけど、とんでもない数ありますねこれ。そうですかね。まあでもあの似てるのは 2,3 人なんですけど。そんなことないですけれども、すごいなと思って。今何人ぐらいあるんですかこれ。いつも常時結局100人ぐらいはあって、そのなんていうのかな、お亡くなりになったとか、そういう風に消えてったりっていうか、レパートリーとして失礼とか、今だと政治家の方できないとかさ、そういう感じで常時100人ぐらい。そういう時期的なものもねありますもんね。お亡くなりになった方はやらないんですかやっぱり。でもやってますよね。うん、瀬戸内寂聴さんとかはやってますね。やってますよね。でもあれモノマネじゃなくて降りてきてるから一瞬しないでモノマネ芸人。モノマネじゃなかった、ね、私、イタコ系だからあ、系統あるんですね。系統があるんですよ。イタコ系だったんですか青森の恐山の。あ、そうだったんだ。はい、そうなんですよ。私ね、今ね、こうやってね、8月のね、お盆を待たなくてもね、こうやって清水美智子さんのね、体に出てきてる。そんなことがね、お茶の子再生なんですよ。すぐ降りてきますね。すぐ降りてくるんですよ。OK、便利だ。その辺に、その辺に、すぐ上にいます。そうなんですよ。近場にいたんです。上で待機してますよ。すごいな。清水さんはだから、本当にずっと新ネタも作ってらしたりとか、してますけど、
構モノマネ自体は、いつ頃からやってらっしゃるんですか？小学校6年生とか高学年とか中学とかかな。でもみんなの前でやるっていうんじゃなくて、はい、2,3 人の前でなんかみんなでふざけてみたいな感じで。学校の先生とか同級生とかのモノマネってことですね。はそんなにしなかったかな。学校の先生ちょこちょこ、もうテレビの人のモノマネ、有名人のモノマネ。そうだね、最初誰だったんですか？スタタンとかがあのブームだったんで、桜田淳子さんとか、あと天地真理さんって。天地真理さん。そう。昔なんかちょっと変わった声の人がすごい多かったから、みんなもやりやすかったし、同級生の女の子もみんな結構できてた。確かにキャラクターが立ってる人多かったですね、昔。多かったよね、今みたいに本当綺麗で可愛い、歌も上手いじゃなかったから、デコボコしてたから。デコボコ楽しかったんですよ。いいですね、その時折出すこのフレーズが。なんでそんな、私さ、後輩と喋ってると時々そうやってさ、審査員みたいなこと言われるの。違う違う、あれだ、腹立つんですけど。審査員的なこと言ってないですよ、僕。だすごいな、さすがだなと思って。清水さん、俺の嫌いだから。嫌いじゃないですよ、卑屈すぎますよ、その言葉尻取られるからね。俺はいつも姿勢がおかしい、ゲストに向かってください。斜めあっちって何なんですか。もう大好きなんですか、こっちは。もうこっちも私だって大好きですよ。サンドイッチマンってなんか芸能人の一軍に入れない感じだよねみたいなこと前に言われました。ああ、いいこと言う。そうだね、いいこと言うって清水さんが言ったんですよ。あ、確かに。そうですよ、いつまでたっても一軍じゃないよねって。あ、一軍で、あの芸能人の感じはしない、芸人の感じはもちろんするけど、芸能人ってさ、はい、なんかやっぱスター性みたいなのがすごいいるじゃん。いや、必要ですよね。そう、そっちじゃないんじゃない、やっぱそっちがない。そんなに、ま、むしろこう褒め言葉として、いや今僕はありがたく受けてます。庶民派な感じですよね。そうそう、フレンチじゃない、いいね、ラーメンだよ。はあ、そう、人々どっちが喜びますか。ラーメン。そうです、ありがとうございます。バカでよかった。あ、腑に落ちた、よかった。簡単だった。高級中華じゃないよと。そう、その辺のラーメン屋さんですよ。そうですよ。いや、一番の褒め言葉じゃ、いいじゃん。それもナイツとも、でもそうじゃないですか。ナイツもそうですよね。そうだね。ね、うん。で、いつかはっていう感じはあるんですか。いつかは少しずつラーメンも値段上げていきたいです。いや、それはテーブルも回るやつにしていきたい。少しずつ。回れ、そうだね。回るテーブルで分かるよね。回るテーブルにしたいですよ。一流っぽい感じ出したいんじゃないかって。少しずつそうしていきたいよね。我々も50ですから。タイミングが全然分からないです。どうやったらいいのかな、ね。なるほどね。店構えだけ立派でもしゃあないですからね。そうだね。まず割り箸か、あの、はい、ツルツルした食べにくい箸かもあるよね。食べにくい。そうですね、一流ってどうしてこういうとこあるんだろうって思うよね。食べ食いづらいですよね。食べづらい、滑ってしまうね。何なんでしょうね、いつまでも食い終わらない。そうそう、でもやっぱりあのガチガチのね、変な感じで割れる割り箸が一番うまいですよ。結構そうなんだよね、はい、掴みやすいしね。ネギの頭の上、頭のね、端っこのネギの刻みしか乗ってないようなラーメンがいいんですよね。そうだね、うんうん、青いとこ。そうそうそう、我々はそっちで、もう僕らそっち。何の肉だろうのチャーシューが一番ですよ。チャーシューの薄いのが一番ですよ。ですよ、あれもあんまり熱いとね、熱いとちょっと、ね、嫌味ですよ。嫌味、これで高いんだっていうね。うん、ラーメンの話止まんねえな。それがいいよね、サンドイッチマン。メールもね、いただいてます、はい、足立区から31歳のマーチンさんです。はい、今までいろんな方のモノマネをされたと思いますが、うん、ご本人から怒られた経験はありますか。ああ、長渕剛さんの事務所からちょっと長渕さんがお話があるって、で2週間後にライブがありますので、はい、そこにちょっとあのご挨拶、ライブ見がたら来てくだされば、はい、剛が直接会ってお話ししたい。もう2週間すごいブルーだったけど、でも行ったらすごいいい方で、なんか楽屋に通してくださって、はい、いつも見てるよっつって、で俺今の新しい俺見てくれたろっつって、はいっつって、古い俺じゃなくて新しい俺をもっとやってくれよっつって、グッズたくさんくださって、ハートだけドラボーにあったよ。知りませんよ、それ。続かないで。体勢やめてよ。知りませんけどね、それは。長渕さんじゃやってんのを見られてっていうことなんですね。写真で、そう。でも話があるって怖いですね。めちゃ怖かったよ。もうビバリーもすごいなんか虚しい感じで、あの、どっか魂抜けてる感じで、高田先生となんか嘘笑いみたいな。
ごいブルーでしたけどね、大丈夫でした、でも長渕さんぐらいですか、まあ怒られてもないですし、うん、そうだね、まあ、はっきりと言われたのはして怒るような人いないですかね、一流の人多いからね、一流の人はみんなね、うん、笑って、うんうん、そうだと思う、あ俺こんなんかなとか言ってみんなね、あやっぱり基本的にはないですね、あのずっと相川翔さんはずっとやってるんですけど、翔、うん、さんも公認いただきましたし、あよかったね、俺が相川翔だ、カブトムシ持ってんのかお前、できるカブトムシは持ってないよじゃあ偽物だな、できるどんな対決、なんですぐできるやってましたか相川さん、やってたんですよ、本当ですか、相川翔さんはああ見えて意外と声が高いってことを弟が発見して、それからちょっとやってみた非常に高いんですよね、そうですよね、はい、ルックスと全然違うよね、そうなんです、あんな声高い任侠の人いないって、声高くねえよって言って、俺は高くねえよお前っていう声、もっと高いよね勝俣だんだん似てこなくなってやりやすいです、やりやすいんです、こんなメールも、はい、新潟県から39歳、あの日僕はとっさに餅をついたさん、ありがとうございます、富澤さんはミッキーのモノマネ、ありがとうございます、やばいやばいやばい、どういう人なの、そうですね、メールをいただいてね、あの日僕はとっさに餅をついた、ここでちょっと一旦落ち着こうよみんないつもねくれる人です、あそれでか、そうですラジオメールあそうだったんだ、この方富澤さんは、はい、うん、ミッキーのモノマネに絶対的な自信を持っているそうなんですが、伊達さん東島そして清水さんも参加して、はい、ミッキーモノマネ選手権を開催してほしいですと、僕もミッキーのモノマネは得意なので必要であれば参加しますという方、うん、変わったリスナーの方ですね、一回ね清水さんに怒ってもらいたいんですよ、はい、この方持ちつ、あの富澤が、うん、もうミキマスモノマネしかないんです、こいつ1個しか、うん、ね、はい、ちょっとそれをちょっといい、清水さんに見ていただいて、うん、はい、ミッキーだよこれのみですこれ1本で、これ1本でまず体調直してからにしようモノマネ体調大事なことだから、これ1本でここまで来たから本当にミッキーだ、全然子供たちがついていかないでしょ全然聞こえないから、ミッキーってこんなじゃないって言うから子供たち、おっさんのさ、そういうんじゃないからね、うん、明るさとか元気とかね、はい、やってみて、うん、やってみて、ミッキーだよ、ひどいなこんなんじゃないですよね、こんなんじゃないですよ、東島さん、東島さん、やってみて、ははミッキーだよ、あでも良くなってきた、まだまだ、ははも入ってる、うん、褒めろ、ちょっと先生、本当はこうです、先生、ミッキーだよ本当は違いますよ、こうですって、そう、淡谷のり子さんじゃないですか、あんたたち言ってない、そう、淡谷のり子さんです、あんたたち千葉止まりでしょミッキーは芝泊まり、私はちゃんとロスとか行って、はい、あ、本場の本場のはそうだな、え、ブーって言います、青谷のり子なんですよ今、青谷のり子だよ、いやいや、青谷じゃないですか言っちゃってるじゃん、完全に一緒ですよそれ今夢の国のキャラクターってことでは一緒ですから、ブーって言うんですか、青谷のり子さん夢の国のキャラクターじゃないんですひで、惑わなければだよまた開けるまで言わないですよ、こんなメールも来てます、はい、千葉県からおにぎりは昆布派さん、はい、女性の方です、変わった方ばっかりですね、変わった人多いですね、気がつけばユーミンさんこんにちは、こんにちは久しぶりの日本放送なんですけれど、オールナイト日本もね、はい、月1でやってますのでぜひ聞いてください、そっくりなんですよ、そっくりです、我ながらそっくりなんですよ、本当にみっちゃん大好きありがとうございます、ありがとうございます、すげえ、すごい、すごいな、これで満足しちゃうんですけどサンドイッチマンのお二人にモノマネを伝授するとしたらどなたを教えますか、うん、という、はい、あのさっきじゃあやった私の中のブームの山田邦子さん、いいと思います、邦子さん、うん、特に富澤さんは、はい、いい声じゃないですか、はい、まずこれこれができるとまず赤ひげ役まず赤ひげ役あのオペラっぽい、はいはい、赤ひげ役もっとできるでしょ、さっきの2枚目声のままもっとやるんだよ、ああさっきの赤ひげ薬局、赤ひげ薬局井上陽水です、井上陽水じゃないですか綺麗なツッコミ、山田邦子さんでやってほしいんですよ、でもそれを変えていくと、はい、赤ひげ薬局、いやいや山田邦子ですけどね、なりやすいんですよ、なんかちょっとオペラっぽい声なんですよ、山田さん確かにちょっとこう上の、ね、うん、山田、いやいや、あ、山田邦子、いやいやどうも素振り、いやいやだま、土井たか子さん似てません、
いいじゃん、人の声って似てるんですよ。ガミ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 。土井たか子さんだな。土井さん、土井たか子です。土井たか子であります。あ、すごい、すごい。ほんのちょっとの違いを見つける、これがプロですから。一緒にしないでください。それ土井たか子じゃないのっていう、そういうさ、三流の客みたいなこと言わない。土井たか子です。土井たか子です。やるっきゃない。やるっきゃない。声色が富澤はあんまり出ないのかな、いろんな。高いのは出ない。そうなんだね、意外だね。声色ね。でも低い声はできてるから、うん、そうだよね。それで清水さんになんか。低いのなんかありますか？低いの。あ、じゃあ藤井聡太さん。え？藤井もうそうですよね。もう、途中から時々あの、話し方が早くなりますけども。まあちょっとまあ、まあ、まだまだ赤ちゃんですけど、いや、そっくりじゃなかったんですけど。いや、あの、あんま喋りたくない雰囲気がすごくそっくりでした。そうですよね。あの人、そうそうそう、ちょっと学者さんみたいな。そうですよね。うん、うん。いや、すごいな。あの、ちょっと新作で夏木マリって書いてあるんですけど、これは。あ、夏木マリさんの。夏木マリさん？ウーバーイーツでいいんじゃない？あの、刈り上げたヘアスタイル。あ、刈り上げた、そう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 。いいんじゃない？いいんじゃないじゃなくて、もう決定だよね。そうですね。あの人にそう言われたら。そのままにします。決まりですよね。あの、また目線がいいんですよね。そうですね。すごいのは、だからさっきも言ったけど、その男性もやるし、そうなのは、それがすごいな。すごいよね。いろいろありますけれどもね。まあ、昨日。あ、えなりかずきさんできる。できる。あい、相川翔さんできると、えなりさんもできるから。え、相川翔だ。母さん。母さん。幸楽のラーメンは手打ちだからいいんだろ？ちょっと似てる。お、なるほど。いける。相川翔だ。幸楽のラーメンは。あ、これ、ダメだ。カブトムシ入ってますね。そうです。ずっと。ラーメンの中に。カブトムシ。ラーメンの中に。幸楽のラーメンの中にカブトムシ入ってます。そうそう、大問題ですから。クレーマーじゃなくて。ラーメンにカブトムシ入ってますね、じゃないです。ずっと一緒になっちゃうな。やっぱり、なんだろうな、何が違うのかな。僕はでも、うん、清水さんの一番好きなのは、うん、大竹忍さんですね。あ、私も大好き。うん、なんか自分で喋ってても、すごい可愛いなって思っちゃうんです。すごいよな、本当に。なんか大竹さんに、やっぱり、はい、本当は自分でも可愛いって思いますって言ったら、だってちっちゃい頃から女の子は可愛くなきゃって育ってきたから。否定しないのかよ。ずっと可愛いですもんね。そうなんだよね。可愛らしいっすわ、うん。なんか三谷幸喜さんが言ってたけど、喋、はい、ってると俺はなんかダメな人間になっていくって感じがするって言ってた。なんか好きになっちゃって。なるほど。大竹さんが自分のことも好きなんじゃないかって勘違いしちゃって、クラクラっとくるって言ってた。なんか守ってあげたくなりますよね。そうだよね。やっぱそうなんだ。不思議だね、あの魅力。不思議ですね。うん、レパートリー、こんなメールも来てます。はい、東京都異次元の豚バラさん。ありがとうございます。清水さんがやっているモノマネの一覧を見ていたら、そうですよね。異次元の豚バラね。一覧を見ていますと、うん、ガクトさん、ささやきおかみ、ファックスの送信音など。ファックスの送信音。一覧ってなんか顔真似のしてたからね。ね、ね、顔真似とはちょっと違うんですけど、ファックスの送信音はすごい好きですよ。同じ一人の人間がやっているとは思えないレパートリーでした。メールを来てますけど。あ、じゃあこれを教えようか。はい、それはか簡単だから。昔のファックスの送信音。ファックスの送信音。貴重ですからね。はい、あったわ、これ。覚えてます？ワイナインジが。なんだよ、お前は本当に。違うな、なんか。違うな。何が違う？壊れてるね。うん、壊れてる、もう壊れてるわ。クレーム。鉛筆の H みたいなね。薄いやつ。あ、できた。あ、治った。あ、いいんじゃない？あ、いいですよ。できました。はい、では、続いて。寝てますね。そうだね。本番中に寝てる人。いや、本番中に寝てる。誰がミノモンタさんだ。こら。あれはピーヒョロロロローのイメージだったんですけど、ファックスって。そうなんです。あっちはできないんですよ。あくまでも地味な方。もう一回。すぐできるんですね。すぐできるんですよ。これがプロです。もっともっとはっきりさせて。寝てんだよな。いや難しいんですよこれ。マイクに寄らないと聞こえないっていうのもね。
あ、さっきからうまいね、東島さん。東島さん意外と何でもできんじゃん。なんでだろう。今度から昭和のファックス、やらせていただいていいですか、うん、いつやるんだよ。やる機会ないだろうけど。本当だよね。いや、最近安子とかもやるんですか。安子さん。私は、はい、やってますよ、安子です。すごい、取り入れるわ。取り入れますよ、気持ちいい声だね。本当に大ブレイク。ああ、白木さんもすごいですね。やってないですけど。ああ、白木やってくださいよ。できないよ、あんな動き。動きだ、ね。すごいの見つけましたね。そうなんですよ。まあまあ、初めに面白いと思ったんだ。日本で初めて。いや、まだ僕は一回も面白いと思ったことないんですよ。思ってた、厳しいな。厳しいです。でも弟子ですからね。僕の弟子なんで、ね、一応一人、ね、唯一の弟子。なんですけど、私あのあーっていうなあの名前の付け方がその簡単詞を持ってくるって初めてじゃない、日本で。あ、そうかもしれないですね。なんで付けたの。あに小さいあーでぬるぬる。うるさい名前。まあ50音のあのタレント名鑑とかだと1ページ目の一番最初に来る、うん、あ、それでか。 あっていう、それで、はい、付けやすい。そうそうそう。あ、伊沢とかじゃなくて、ああって来ると、うん、いないからね、はい、トップかなと思って。そんなことから、それで決めましたね。 あ、 あの子いい子だね、それいいですよって言ったので。そうです、わかりましたって言って。いやでも やっとね、世に出てきてね、白木、ね、あれだけブレイクするとは思わなかったからね。いやもう何回やもうお笑いやめて福岡帰れって言ったかわかんないですわ。あ、そうだったんだ。そうです。へえ。ずーっとね、だって20年以上やってるもんね。23年ぐらいやってると思う、ね、僕らそんな変わんないもんね。年齢と芸風がやっと合ってきたのかなっていう。不思議だね。うん。あの人出てるとやっぱチャンネル止めるし。マジですか。うん。やっぱちょっとテレビの前で立ち止まるってことしてる。白木さんだっつって。あれ、お会いしたことはないです。わ、ちょっと白木に伝えます。大丈夫です。めっちゃ。それ怖い。いいじゃないですか。伝えたっていいじゃないですか、別に。伝えるぐらいやらせてくださいよ、こっちも。なんで伝えちゃダメなんですか。伝えさせてくださいよ。いや、めちゃくちゃ喜ぶと思います。清水さん知ってたぞ、お前の存在つってね。真似しようとは思わないですね。そうだね、あの、私動きは全然ダメだから。もともと清水ミチコさんのライバルというか、うん、そういう人っていたんですか。女の人でお笑い珍しかったし、あとモノマネやってる人も珍しかったし、だからあんまりいないかもしれない。いないと思う。はあ。うん。じゃあもう。相手にされてないっていうか。いやいや、独壇場じゃないですか、もう。そんなことないよ、やっぱり。確かに先駆者だよね。だ、同じように出てた野沢直子さんなんかはどうだったんですか。あ、直子ちゃんは憧れた、すごく。憧れなんですか。うん。なんかだから、そういう、私みたいな、あの、演芸みたいな、何、芸能みたいな、そのピアノ弾くとか、歌を歌うとか、モノマネみたいなことはしないけど、その場を、なんか一言ですごい盛り上げるとか、言葉のセンスとかさ、なんかあと、ポップな洋服とか、そっちになんか、今までいなかった人だって感じがした。確かにそうですね。うん。はぁ。すごい二人がね、同じ番組で。いや、夢で会えた。そう、未だに仲いいの。うん、そうですよね、うん。でもレパートリー入ってるんですね。え？え？なおこちゃん？はい。いやいや、どうも。くらいなんですけど。ちょっと短いのなんですけどね。もうだからテレビの見方とか、もうできるかなと思いながら見るんですか？うん、うん。ね、私モノマネしたいと思ったことなくて、その人なりたいはもうちっちゃい頃からあるの。ああ。うん。だからその、レコード大賞に取りましたっていう時も、はい、その人に成り変わって一緒に賞取ってるから、すごい賞をたくさん取ってます。真顔で言う。なるほど、だから自分その人成りきるっていうのが大事なんだ。成りきってみるの。そう、はあ、そこなんだな。だって竹之内豊さんができるってどういうことなの。あ、これ違います。あれ消し忘れた。あの顔真似がすごい入ってるんですよ、ウィキペディアによると。顔真似か、これ。そうなんですよ。なるほどね、顔真似。そうそう、顔真似は。でもこれは上手だったよ。見てたよ。豊島区からグズラマンさんです。板子系の美智子さん。ちょっと和田アキ子さんに立てつく平野レミさんを下ろしてみてください。私さ、和田さんのバカでさ、やっぱりさ、すごい独断がさ、多いと思うんだよね。全然何言ったか分かんない。アッコさん、アッコさんに立てつく。アッコさんになんでこんなこと思いついたのかな、この人も。レミさん面白い。レミさんも芸人さん以上に面白いよね。面白いですね。ご一緒したことあります、ね、あります、あります。何回も面白いですね。一回ドキュメンタリーですごい元気がない時があって、
で、珍しくすごいずっと30分間元気なかったですよ、うん。あの時さ、ディレクターの口がすごい臭くてさ、そうですね、ずっと下向いて喋るからさ。それが原因だったんだ。それが原因だったんだ。最悪だ。気をつけようと思って。最悪ですよ、ね。気をつけよう。いや、いっぱいあんだよね。この方、うん、飯食えば腹が出るなり法隆寺さんという方なんですけども、はい、いろんな人がいますね。藤井聡太さんのモノマネを独占している清水さんですが、次はこの人やってみようかなと思う人いますかと。次はこの人、はい、あ、今んとこそんないないかな。なんか好きになったらそのテレビの前でやってるっていうのはしょっちゅう、その人に見せるほどではないけどみたいなことでしょっちゅうやってるけど、なんだろう今。家でずっとやってるんですか。じゃあ家でずっとやってる。これ我々今の笑い方は何今の私万引きでかなんですか。やったな万引きしてません。取ろうとしましたけど。見てる人我々はやろうとはなんなかったんですか。なんないですね。なんでですか。サンドイッチマンなんでですかって。別になんで、あの客観性がある人って自分に対して、はい、あんまりやっても面白くないんですよ。わかる。お笑いの人って面白くないんですよ。お笑いの人をやっても。ああ、なるほど。そうだから もっとこうピュアに自分を出してるような人の方が。ああ、そっか。わかる？わかります、わかります。わかります。もうそれ以上言わない。めんどくさくなったんじゃん。違いますで、それはわかります、それはね。いやいや、でも今の詳しく聞きたいの。だから、わかんない。お笑いの人って必ず第三者の目で見てるじゃん。ああ。だから自分の欠点もさらけ出すし。はいはいはい、だからあんまり二重にやったところで、なんか発見がないっていうかさ、はいはい、あれなんだけど。やっぱり2枚目っぽいような人とかがいいんですよね、うん、だからユーミンさんとか一生ずっと私は、うん、食べていく名言みたいに食べて私あなたで食べていく。いやモノマネだけじゃなくそのピアノができて歌がうまいってなるともうすごいじゃない。そこはこのスタイルはなんでやろうと思ったんですか。なんかもう中学高校の時からそういうことやると友達がすごい受けたし喜んでたから、はい、自然とやってたんですね、うんうん。ピアノめちゃくちゃうまいしさ。そんなことないけど、うん、でも好きですねやっぱ、うん、武道館でドーンとやるし、うん、すごいなと思います。だからリハーサルじゃなくてもさ、あの自宅でこうもう一回また矢野亜子やろうなろうっつって、あそうですか。そうなんです。だから軽い変態なんですよ。家で一人でなってるなってるからすごいちょっと楠田絵里子さんいいですかね。です。ありがとうございます。久しぶりなんですね。本当私ロボットなんですよ。オクラにずっとしまってたからね今。慌てて埃吹いた。大好きなんですよ。うま。綺麗ですよね。昔聞いたこれ。綺麗でしょ。昔すごい散々やった、やってましたよね、そういえば。うん。楠田絵里子さん俺大好きでした。小学生？いや中学生ですね。中学生の頃本当にそのアルバム幸せの骨頂を、あそうなんだ、お金ないからレンタルしてダビングして聞いて、へえ嬉しい。で旅行の時にこれかけてくれって先生にテープ渡したら、うん、こんなもん持ってくんなって帽子募集されたそりゃそうだ。それ以来ちょっと幸せの骨頂聞けてない。募集されたまま買ってくださいよ。この方上尾市から桜屋さんが清水さん楽しみにしてましたと、うん、今年度の目標みっちゃんのライブに行くことです。嬉しい。ご活躍楽しみにしていますといただいているんですが、ライブもたくさん終わりなんですよね。めちゃくちゃ忙しいですねこれ。まず沖縄もね、来週沖縄そうです。はい、はい、4月27日土曜日沖縄那覇文化芸術劇場那覇アートの大劇場で、そうです、ぜひ来てください。清水道子アワー一人祝賀会、あと20枚あのチケットがあるって言ってました。20枚ぜひぜひ。いやもうすぐ完売します。沖縄ってなんかねすぐバーって売れないんですよね、うん、あそうやっぱそう、沖縄そういうところなんですよ。あ前売り券あんま買わないっていう、うん、そうそうそう、うん、沖縄は、うん、やっぱりちょっとゆっくりスケジュール取ってったりするんですか。もちろん、うん、あやっぱそうなんですか。そうなんですよ。やっぱそこも楽しみですよね。そうですね、美味しいもの食べていいなあ。あと所さんの別荘借りて、うわいいな。本当ですか。本当最高っすね。最高なんですよ。じゃあ3日4日で撮っていくんですかスケジュール。そうですね。うわー、うん、いいな。なんかそういうのやりたいんですよ。そう大御所になるとそういうのできるじゃないですか。大御所じゃなくてもできると思いますけど。いや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 、すごい借りるのか。そう、なんか人の別荘借りたら ホテルの普通の旅行が楽しくなくなっちゃって、やっぱり
特に所さんの器みたいなのが大きいから借りてて卑屈にならないっていうかこっちもはあ、うん、だからずっとこうやってライブとかネタやってればこういうことができるんですよ、うん、ツアーが、うん、あそうだねだから僕らもずっと必ずライブやったりしてるんですけど全国で、うん、これ憧れ楽しいですよね楽しいです、うん、憧れですこの沖縄でこれ特に最後 の、 あの、うん、ライブツアーの最後なのであなるほど、うん、楽しみです、いいですよね、あと今日16時40分から代々木公園で東京レインボーパレ、はいプライドに出ますので今日よろしくお願いします、うん、え今日そうなんですよ忙しいんですよたまたまねたまたま忙しいんですよそんな中ですねありがとうございます他にもあるんですよ、はい、5月4日土曜日、うん、そして5日日曜日には大阪の泉大津フェニックスで、うん、音玉2024温泉魂という、はいはいうん、清水美智子さんは5日の出演ということですね、はい、はいはい、そして春風亭小朝さんと清水みちこさんの大演芸会というのもありまして、どういう組み合わせなんですか？本当だよね、変わってるんですけど、結構続いてるんですこれ、こちらは6月21日金曜日、はい、でトーク&ライブが6月22日だ。6月21日金曜日はティアラ高等大ホールで、うんうん、小朝さんとね、はい、そして6月22日土曜日が埼玉草加市文化会館で、はい、そして7月5日金曜日が愛知刈谷市総合文化センターアイリスでということですので、はい、よろしくお願いします、お近くの会場で、うん、これ小朝師匠は落語をやられるわけですよね。そう、落語をなさって2人でトークして、はい、それで私にバトンタッチ、はい、でステージもやると。そうです、わ、はい、ぜひ見に来てください。いすごいですね、全国各地、うん、いや精力的にやるような、ね、ってますもん。演芸系大好きなんですよ私。そういうとこは我々もしっかり、うん、あの受け継いで ね、 ねやりたいです、はい、そうですね。ライブもですし、日本放送でお聞きの方は、うん、もちろん高田文夫のラジオ、はい、ビバリーヒルズ木曜日ですね。木曜日よろしくお願いします。ナイツさんとやってます。ナイツもお世話になってます。ありがとうございます、うん、いやすごいな、ちょっと憧れですねやっぱりね。そうですね、何もないですよ。我々も頑張ろう。ミッキーをねちょっとレベル上げないそこじゃないけど、そこと言ってんじゃないかな今年うちもライブやりますんで、またよろしくお願いします。はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。ということで清水美智子さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので、確認はとても大事です。また、他の事務所で断られた方も大歓迎。当事務所なら給付金を受けられるかもしれません。最後に、この給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。まずは、あなたも給付の対象かご確認を。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。話の途中で断っても大丈夫。相談は無料です。お電話は0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。どうもミキです。兄の昴生です。弟の亜生です。我々ミキがチームで何かに挑戦している京都の人を応援するミキのキョットキャスト、切り開け京都挑戦組、日本放送ポッドキャストステーションで配信中。ラジオのミキ昴生はしょっちゅう叫んでいますが、ここではそこまでケンケンしていないので、それが気になっている方も聞いてください。女子高生みたいに言うな。あの素晴らしい歌をもう一度コンサート2024、6月27日木曜日、東京国際フォーラムホール A、 北山治、岡崎由紀、尾崎亜美、とわえもは、森山良子があの名曲を。チケットは共同東京057。いない人、夜疲れが溜まって辛い人、体全体の疲れにビタミンと5つの生薬がよく効きます。朝でも夜でも疲れに1回1錠で効くキューピーコアゴールドアルファプレミアム、第3類医薬品です。おい開けてくれ。合言葉は？合言葉？勝利の鍵となる合言葉よ。開け。何を？開け。そう、競馬8、勝利の扉を開く鍵、
パーフェクト放送のメルマガって登録してる？メルマガ？そう、メルマガ。日本放送のおすすめ番組とかイベント情報が一目でわかるの。へえ、便利ですね。しかも豪華なプレゼントもあるんだって。登録しました。早っ。詳しくは日本放送公式メールマガジンで検索。私も登録しよう。爆笑オンパレード5月18日土曜ラインキューブ渋谷で開催。ナイツ、アンタッチャブル、おぎやはぎ、三四郎、モグライダー、ラバーガール、吉住、ザ・マミー他多数。詳しくはナイスは春もやっちゃう丸ごとサザン180分。春夏秋冬一年中楽しめるサザン。ここで四天王の一角春サザンが満を持して登場だ。違いあるの？あなたのサザンに。伊達美京です。富澤たけしです。サンドウィッチマンです。サンドウィッチマンザラジオショーサタデー。いやー、清水美智子さん面白かったね。え、海外のミッキー良かったですね。天才だな。なんか本当にもう嬉しいんだよね、共演させてもらえると。俺もうね、見てた方ですよね、子供の頃から、ね、目の前でモノマネしていただいて、口元ずっと見てましたけど、すごいね、目の前で見れるって。口元ずっと見てた、この距離で、うん、どうでした？口元セクシーでした。そういう見方してない。そういう見方をして、いや、すごかったわ。すごいですね。圧巻でした。面白かった。いや、なんかすごかったですね。ね、いいものを見させていただいたりとかね。すごいな、憧れですね。メール来ておりまして、はい、ラジオネームマドニーカエルさんですかね、はい、群馬県の方、うん、今日は清水美智子姉さん、みっちゃん笑いっぱなし、うん、はい、面白くてあっという間、笑いすぎてお腹痛いです。みっちゃん最高。清水のみっちゃん変わってきます ね、うん、中野区ラジオネーム月島クリスさん、うん、清水美智子さんとのトーク楽しませてもらいました。モノマネするきっかけがその人になりきることが、うん、好きと聞いたときは自分も共感してしまいました。はい、あ、ところでモノマネ伝授してもらいましたから、お二人はもちろんこれからのネタにぶち込んでくれますよね。楽しみにしてますよっていう。ワールドちょこちょこ入れてくね。香川県に住んでる14歳です、はい、両親にお願いしてエリアフリー料金を自分のお小遣いで支払うことを条件にラジコを入れてもらいました。すごい。学校の先生の口癖を探してみんなでモノマネ大会をしてます、うん、先生の教材の持ち方や歩き方、うん、姿勢などを追求していくとすごく面白いです、うん、そうそうそうなんで、そっからだからね、うん、私はサンドイッチマンのラジオショーの初めの部分を完全にコピーして、うん、友達の前でモノマネを披露してます。聞いてみたい。あ、そう。少々、の初めの部分、トークかな。ミキオダテ。そこ。わかんないけど。そこかな。そこかな、もしかして。そこだったらすごい。どうなんでしょうね。花友さん、宮城県の方、はい。今日のテーマのモノマネですが、高校の時に数学の先生のモノマネをしたことがあります。うん、その先生は男性の割には小柄な先生で、黒板に文字を書く時に上の方になかなか手が届かないので、よいしょと言って、で文字を書いてました、うん、さらに授業が白熱してくるとメガネを指で触りながら喋る癖があって、うん、その仕草も真似してました、うん、キャラクター的な感じのする先生だったので愛すべき先生として友人と真似していたのを思い出しました。懐かしい思い出です、うん、やっぱそういうとこなんだよな、ほんの一瞬とかね、うん、それもう何よりも面白いからね、クラスメイトは。よく見てます。かる、あるあるっていうかさ、うん、ね、さあ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 つってね、うん、足立区伊達天ランナーさん、うん、僕がやったことがあるモノマネは山寺浩一さん。山寺浩一さん、山寺さんの声でゆっくり喋るとブラピっぽくなり、早く喋るとエディーマーフィーになるので、友人に披露するとめっちゃ驚かれます。声優さんのモノマネをする人はあまりいないのでおすすめです。山寺さんもすごい達者ですからね。もう喋りのプロだから、声もね、何色も持ってるし。すごいよね。確かに山寺さんマスターしたらこういう。できますね。ブラピとかね、リマーフィー吹き替えやってますから。We Are the World 一人でやってたんだから。やってましたね。あ、めちゃくちゃ面白かったよね。宮城県出身。すごいですよね。すごい、すごい人ですよ。鹿児島県ラブヒコさん。はい。私は元楽天イーグルスのブラウン監督のモノマネをしたことがあります。ベース取るだけじゃないのそれ、草野球をしてるんですが、うん、ブラウン監督のように一塁ベースを抜いてぶん投げました。特に受けることもなく、ないよ、ただただ雰囲気が悪くなったことを覚えて。悪くなっちゃった。
雰囲気悪くなるからね、草野球でやめてください。岐阜県ワットマンさん、はい。僕はモノマネではベタ中のベタの金八先生のモノマネを会社の先輩に披露したら、うん、似てるんだけど、三又又蔵さんがやる金八先生に似てるよと言われ。ああ、じゃあ似てないですね。嬉しいような、ちょっと複雑な感じでした。なるほどね。確かにね、モノマネしてる人のモノマネはやる。彫りがうまいね、やっぱね。金八先生ね、堀くんね、うん、木村拓哉さんとかね、大阪府チャトさん、はい、中学生の頃友達とそのおかんの3人でカラオケに行った時、長渕剛さんの乾杯をモノマネっぽく歌ったら割と似てるやんと友達のおかんに言われました。なぜそのメンバーでカラオケに行くことになったのかは思い出せません。確かにあんまり友達のおかんと確かにね、珍しいかもね、行かない、うん、でも褒められたから覚えてんだな。こちらはカラオケってさ、あのモノマネして歌う人はどうなの？どう？うん。な、どう？いや、そっか、お前カラオケ自体 NG だもんな。NG ではないけど、うん、別にそんな歌う歌はね、人のものですから、うん、なぜそれを歌うの？もうそれ自体がモノマネ。めんどくさい、めんどくさい、ごめんごめん、めんどくさいこと聞いた。そもそも論ですね。東山さんどうですか？一緒に行った人がずっとカラオケでモノマネしてるっていう。一瞬変な空気になりますよね。一瞬なるよね。そうですね。あなたのオリジナルでどうぞ。でもずっと桑田さんとか、まあ、サザンとか聞いてて、桑田さんのね、歌い方ってちょっと特徴あるじゃない、はい、うん、それで覚えてるから、そうなっちゃ う。それが正しい歌い方っていう風に見えるからね。そうそうそう。似てますかそれは。うん、俺はね、似てたらどう？似てたら良いです。そっか、はい。無理してるってなるとちょっとあるんですね。そうですね。微妙なラインだとね、やんなきゃいいのにっていう風には、まあまあそう。空気にはなりますよね。歌野に住んでたお地蔵さん、はい。私の場合は中学校の時の数学の先生のモノマネをしたのが初めてでした。うん、あ、やっぱり。先生は声が大きくて口癖が、うん、ええか、ええのんか、この数式で合ってるのかでして、黒板を叩きながら唾を飛ばしておられたのが特徴的でした。うん、このモノマネで笑いを取るのが快感でした。どっかで聞いたことが。そうですね。そうですね。ええか、ええのか、なんか誰だっけな、これ。漏れなくエロい通行師匠です、ね。通行師匠。そっか、通行師匠。ええか、ええのか。通行でおま。はい。膝、はい、クラッシャーさん、はい。自分は高速の料金所や駐車場の料金精算の後に精算機の声のモノマネをしています。すごい。古いタイプだとすんなり言ってくれないので、うん、すんなり言えよと思っています。はあ、高速の生産機の声の、ちょっと電子的な声なんですかね。ETC になる前のってことかな。あ、もう覚えてないな、その声な。打倒一軍さん、うん、僕はジブリのキャラクターを言ってもらえれば何でもやれます、うん、メイちゃんと言われればお母さんとやります、うん、似てるかどうかは置いといて勢いでごまかしています。今おっさんですけどね、ただのね。声真似なのか動き真似なのかみたいなところも分かれてくるよね。だから男だと、うん、あの結局プロ野球選手の真似とか、投げ方とか打ち方とかね。ああ、なるほどな。大体入りますよね。投げた後の顔とかね、うん、打たれた後の顔とかね。桑田さんのね、後ろ向く顔とか、それこそ暴れる、ね、やってたりしますけどね。やってるよな、うん、なるほどね。大阪市、スペース草団子さん、はい、今から40年ほど前、桃太郎侍という時代劇ドラマを親が毎週見ていたので、うん、主演の高橋英樹さんの決め台詞をいつしか覚え、よくモノマネしていました。そのセリフは、一つ、人の世生き地をすすり、二つ、不らちな悪行三昧、三つ、ひどい、醜いか、醜い浮世の鬼を退治してくれよ、桃太郎侍。桃太郎か。というものでした。うん、その頃は意味もわからずモノマネしていましたが、今考えると小学生には物騒なセリフですね。まあ意味もわからず言いますから、ね。まあ、まあ言っちゃうんだよね。わかんないからな。桃太郎侍か、秀樹さんだね。はい、うん、それこそ越後製菓じゃないですかね。正解は越後製菓。みんなやるもんね、あれもね。今やるとなるとね。うん、なんか、押しボタン式のやつあるとみんなやるよね。ピンポン。ピンポン。浮かびますもんね。越後製菓。そうそうそう。
東京都ハッピーサタデーさん、うん、私がやったことのあるモノマネはサザエさんに登場するアナゴさんです。あ、大学1年の時に学生寮に入寮しましたが、うん、当時1年生は歓迎パーティーで全員一発芸をやらないといけない決まりがありました、うん、今まではモノマネはやったことがないのでパーティー当日まで何をやるか悩んでいたところ、はい、それまで私は毎週サザエさんを見ていたのでサザエさんに登場するアナゴさんの声まで、うん、あら、フグタ君と、ちょっとナルシスト風に真似たところ、はい、大きく受けることができました。ああ、受けたんだ。よかったね。あれから13年経ちますが、寮生活は今となってはいい財産です。はあ、なるほど。今、ちょっと上手だったね。似てた。はい。本当、うん、でも、アナゴさんって言うと大体、っていうね。あれ、アナゴさんだっけ？それマスオさんだね。あれ、キャンキャンがやってるでしょ？っていうのはね。ってやつね。アナゴさんね。アナゴさん。今みたいな。なんか意外とレアキャラですよ。ちょっとゆっくりした喋り方ですね。ふぐたくん。ふぐたくん。うん、そうそう、うん。ね。はい。東山さんなんかできないですか？僕ですか？誰だろう、それ。火曜日、オールナイトニッポンやってるよ。あのちゃん？あのちゃんか。あのちゃん。どうですか？レイジさんに10点って言われました。10点って言われたレイジさんに。レイジさんもプロだからね。でもまあ分かったっていうことはできた。ああ、分かったね。まあ今だしね。あのちゃんっぽいよね。ね、上手だね。にゃーにゃーこさん、はい、私がやったことがあるモノマネは松山英子さんが演じたルパン三世の峰不二子と天才バカボンのバカボンのママのマネです。どちらのキャラクターも色っぽい感じで、うん、真似しやすくそれなりに似ていたので披露すると受けていました。なんかそのメインじゃない人をやるってまた独特だよね。そこをね、見つけられるかっていうのもあります、うん、そう、うん、ドラゴンボールだったら孫悟空じゃなくてクリリンをやるとかヤムチャをやるとかね、そこがまた面白いの。ピッコロやるとか。俺やってたのは、うん、誰にも見せたことないけど、あら、北斗の拳の、うん、ハン兄弟の弟っていう。ハン兄弟の弟。ちょっといいですか。兄貴。ハン兄弟。わからない。わかんないんで。やられても。震源とする地震の影響で現地では大きな被害が出ています。日本放送では被害に遭われた方々を少しでも支援するためお聞きの皆様から義援金をお受けしております。銀行での振り込みは三菱 UFJ 銀行本店普通預金口座番号が 185-6611 185-6611、口座名義日本放送義援金でお近くの銀行からお振り込みください。なお振込手数料は各自で負担していただく形となります。また有楽町にあります日本放送の本社では正面玄関に募金箱を設置しています。受付時間は平日朝8時から夜8時までです。皆様の温かいご協力どうぞよろしくお願いいたします。肺がん、脊面肺、肥満性胸膜飛行と診断された方へ、ご存知ですか？建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。労災保険を受けた方、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。また、対象者が亡くなっている場合は、遺族の方が対象です。まずは、あなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番。第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。どうも、ボンテンと言います。姉と妹でやってます、オールナイトニッポンポッドキャスト土曜日、4月は私たちボンテンが担当させていただきます。聞いてくれたら姉ちゃんの恥ずかしい写真を X にアップします。いや、それだけはやめてよ。ボンテンのオールナイトニッポンポッドキャストは毎週土曜日配信、聞いてね。杉山清貴&オメガトライブファーストフィナーレツアー2024ライブエモーション、5月20日月曜日 NHK ホールで公演。
全席指定税込み11,000円。あの頃聴いたあの名曲が聴ける貴重なチャンスです。詳しくは日本放送イベントホームページをチェック。日本放送ラジオリビングおすすめ、金福、一本ずつ袋詰めした特大特上切れ麺太鼓。特大のボリュームとピリ辛のうまさがたまらない。1キロで税込み6,980円。詳しくは日本放送ラジオリビング。伊達富澤伊達美希を武志伊達美希を富澤武志伊達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 富澤武志。さあ、お昼1時からお送りしてまいりましたサンドウィッチマンザラジオショーサタデー、そろそろ別れの時間でございます。はい、まずは最優秀富澤賞の3名を発表します、はい、ラジオネームシンゴタンさん、勝地さん、はい、そして、八戸の月岡さんですおめでとうございますありがとうございます。そして福島見つけたの白川ラーメン5食入りと喜多方ラーメングツキ2食入り、当選されたのは、うん、はい、千葉県市川市お団子さん、埼玉県草加市平山さんに、京都市ポムポムプリンさん、江東区ブンブンさん、福岡県糸島市のまさみさん、千葉県鎌ケ谷市にお住まいグーグーガンモさん、はい、横浜市瀬谷区の横浜アレンヨッシーさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。なんか食べてみて美味しかったらまたメールいただけると、はい、ぜひ教えてください、ね、嬉しいですね、はい、いや今日は清水美智子さんでした ね、 ね、なんかモノマネちょっとなんか頑張ってみようかな、あ新たなやつ、あ何か発見してみようかな、そうですね、うん、なかなかそういう目線で見ないもんね、この人できそうだな。まあ俺、ね、サンドウィッチマンライブで、はい、なんかそういうコーナーあるから俺もなんかそこでちょっと試すとか楽しみですね。これの時間があるじゃない、これありますね、そこでちょっとやってみてもいいのかなさあちょっと一通メールが、はい、森脇健二さんです、ね、先週はメールを読んでもらいました、ステッカー届きました、 X に載せました、感謝マジック森脇さんありがとうございます。ご本人嬉しい本番始まってすぐ来たというこのマジで、はい、いや嬉しい、森脇健二さん嬉しいですね。赤坂マラソンは大した成績じゃなかったみたいです言い方ね、頑張ってほしいですよ、ずっと森脇さん応援してるんで我々、また優勝してほしいです、お願いします、さあそして、来週のゲストは久々ですね、お会いするのは春菜愛さん、おお姉さん、久々久々っすね、そういえば最近会ってないですね、最近会ってないな、うん、大西健二さんね春菜愛さん